それはだから今までいろんな問題があるんですけども、それをその場しのぎでいろいろとごまかしてきてたわけですね、うん、それが通用しなくなってるってことなんですよ。それから中国も牙を剥き出した、うん、そういうことですよね、うん、以前から佐藤さんがたまにちらって言ってたのが、尖閣だけじゃないですよ、沖縄全島はこれはもともとは中国の、要するにエリアであるという、中国のものというかどうかはわからないけども、はい、これは中国エリアであるということを言い出さないとも限らないって言うと、例えば、うん、台湾ですね、中華民国の地図っていうのはモンゴルと琉球は相変わらず中華民国領なんですよね、うん、旧中華民国ですね、はいはい、ですからその中華民国 の要するに台湾にすると未だに中華民国あるという立場ですから、はいはい、ですから中華民国の湿地っていう立場なんですよね、うん、今少しずつ態度変えてますけども、うん、しかし台湾の方がその意味ではきついんですよ、沖縄に対しては、うん、だから台湾に行くと沖縄行きっていうこと書かないですね、うん、琉球行きですよね、うん、そうなんだ、うん、でもさっきの佐藤さんおっしゃっていた通り、現日本国政府はそのことに気づいてないという悲劇があって、ですから手をこまねてるとどん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 ことは悪化しちゃうってことですね。そうなんです、うん、ですからそこのところっていうのは耳障りな話なんですよね。日本の中が単なる地域問題じゃなくて民族紛争を抱えるかもしれないんだということは非常にショッキングな話なんだけども、この現実を見据えないと後が大変なことになる。それ日米安保は絶対にこれ必要なんです、うん、要するに今の中国がこれだけ力を肥大していく中、そこにおいて日本は核持ってないわけですからね、うん、アメリカの核の傘の中に入ったことはすごく重要なんですよ、うん、それでアメリカ軍というのはこの国際政治の中だと本当に重要な役割を果たすわけですよね。そうすると安定的な形で日米安保体制を維持するためには今までの脱線じゃダメだ、うん、そうすると沖縄だって安保体制の重要性、うん、ところが それからあと中国の脅威は分かってるわけですよ、はい、しかしそれ以上に今米兵の存在の方が脅威になっちゃってるんですよね、うん、そしてそれを無視している日本政府のやり方の方が脅威なんですよ、うん、ですから沖縄の側に立つというのは口先ではみんな言うんですけど、じゃあ実際に何をやらないといけないのかと、それ非常に深刻な問題なんですね。今じゃないとダメでしょ、今やってこないと。またこうずっとこのままその森本防衛大臣とか、まあ、野田さんもね、支持したっていうことしか言ってないんですけど、そんなことやると、それは全然もう検討外れのことだってことですね。検討外れのことです。ですから、具体的な形においては、地位協定の改定協議をするということ、うん、これはもう最低限ですよね。これ最低限のスタート。日本からすぐに申し入れると。うんうん、その時のキーワードはさっきまた戻りますけど、ヒラリー・クリントンさんをなんとかこう動いてもらう。政治問題にすることです。政治問題にすることです。事務のレベルじゃなくて。うん、まずそこからっていうことになるんです。しかしそうすると面倒くさくなるから官僚嫌なんですよ。外務官僚は。外務官僚も防衛官僚もみんな嫌なんです。防衛官僚はより嫌がってるでしょうね。あ、そうです。そういうふうになったら地位協定改定されること彼らは分かってますから。うん、でもこの官僚がまたちょっと東日本大震災の復興予算がねめちゃくちゃに使われてるってこともあるんだけども、いやあれは官僚の本質ですよ。うん、ですから野放しにしたらダメなんです。官僚は猫がテーブルに乗るときに叱るやり方でやらないといけないんですよ。猫は善悪の基準はないんです。快不快なんです基準は、うん、だからテーブルに猫は乗らないのは、そうすると不愉快な目の上から乗らないんですよね。官僚の場合人事、うん、だから人事で厳しく指導すると、うん、そういうふうにする形で会不会でやらないと善悪でこれが国のためでしょって言ってもなかなか言うこと聞かない。うーん、国のためにやってんだったら俺たちの頭が良くて俺たちの方やってるもんって言われちゃうもんね。そうすると外務省の連中なんてのは特にですよ、いや防衛省の連中より俺たちの方が偏差値高いからなとか、うん、それだから現業の仕事は全部奴らやれと、うん、それで防衛省からすると俺たちアメリカに何も言えないオスプレイはこれは受け入れるしかないんですよと、うん、そんなに受け入れたいんだって自分たちで買いなさいとまず、うん、それ自分たちで3年ぐらい運用しなさいと、うん、今のこの状況でと、うん、それからでしょうと、うん、こういう話なんだけどもそこで思考が止まっちゃってるんですよね。これは政治の主導でやらないと無理なんですが、その政治はふにゃふにゃしてるわけですよ、うん、そうすると沖縄はどうなるかというと、あ、もう自分の身は自分たちで守りますと、こういうふうになっちゃうんですね。それで今中井町知事っていうのがそこにおいては全体の利益本当代表してますよ。あの人は保守なんだけども革新側も今みんな支持してる。これはすごく深刻な動きなんですね。日本国内で民族問題なんていうと本当に
ちょっと考えにくかったんですが、すでにその芽は出始めてるという、ね、学問的な民族と我々が常識で使ってる民族の間でかなり差があるんですよね。民族っていうのは非常に新しい現象で近代になったから出てきてるんです。その辺を押さえておくと、あれ相当意識っていうのは変容してある時民族って生まれるよっていうこと、これは非常に重要なんですよね。例えばベラルーシ人だってウクライナ人だってロシア人だってみんな一緒と思ってたんですよ。ところがある時民族意識出てくるんですよ。そうですよね。